甘さたるんたるんなココア味クッキー。人は四六時中ココアを飲んでいると死んでしまうけど、クッキーだからへっちゃらさ、チャラーへっちゃらー。というわけで演出が楽しいココア味クッキーがぶっ刺さってるステージを走っていこう。ココア味クッキーの能力は通常ゼリーをマシュマロゼリーに変換。さらに黄色ピンクアイスクマゼリーも変換。ただそれだけ。ついでに回復ポーションを取るとココア風呂に入るサービスシーンがあるよ。能力説明読んだ気がするけど、能力発動に関して記載がなかった気がするよ。気がするだけかもしれない。でも変換はずっとされてるしそれでいいじゃない、ミツオ。でついでにステージには黄色クマゼリースコアアップの効果があるから、黄色クマゼリーパーリーを取っていこう。パーリーって聞くとなんとかバサラを思い出すよ。だってなんとかさんがレッツパーリーないって言ってた気がする。で宝物はココア味を生かすために速度重視。黄色クマゼリー多いから霊のあれも採用。上から降ってくる巨大なゼリーに恐れをののけ。降らしたゼリーはちゃんと消費されているのでしょうか。最近は持続可能な社会ってことで SDGs 的なのがあるしね。オタク版もあるみたいだからオタクの職務は調べよう。オタクは風呂入らないからね。オタクに偏見のある精神科医ならお風呂に入る気になれないって患者をオタク認定して追い払ってそうだね。オタクだからお風呂に入れないのか、鬱だからお風呂に入れないのかわからないね。え、オタクってお風呂に入らないんじゃなくて入れないの？そりゃお風呂に入ったらオタクじゃなくなるからな。じゃあ量産型オタクって言って可愛い自撮り撮ってる人たちもお風呂入ってないさっさ女子なの？古き良きオタクと量産型オタクは違うよ。新型鬱がお風呂に入れるのと同じで量産型オタクはお風呂に入れるんだ。なんかそれっぽい理論きた。ツイッターにつぶやけば4リツイートはされるね。全人類が一度リツイートしてくれたら70億 RT 行くのに、 RT してくれるくらいなら1円もらいたい。思ったんだけど国民全員から少しずつお金もらってそれで国が良くなるようなことすればいいんじゃないかな。それが税金なのよ。なんかいい発想したと思ったら先人がすでにやってるのって悲しくなるよね。自分が考えたと思った編成もすでに誰かが見つけたものかもしれない。ちなみにボーナスタイム中めっちゃココア飲んでて可愛かったけど、なんかもう心配が勝っちゃうのよね。ココア飲みまくるのはガチでヤバいって。どうしても人間の価値観で物を見てしまう悲しい人間。人間に繋がる下ネタがあればそれを名前にすれば勇敢くんに下ネタを言わせられる。でも勇敢くんに下ネタ言わせても特に嬉しくない現実。クッキーはなんか違う。クッキーという別種族に対して人間族の対応力が試される。クッキー王国と貿易したらたくさんゼリー流通しそう。貿易するくらいなら制圧しよう。いやでもクッキーたちは敵がいないから暗黒魔女と戦う感じになってるけど、人間と敵対したら暗黒魔女も勇敢くんに手を貸しそうだし、クッキーって変な能力持ってるし勝てなさそう。戦場に黄色クマゼリー並べられて一気に取られたら天空から巨大クマゼリーが降り注ぐわけだからね。個人的にこの空から降ってくるクマゼリーが妙に怖くて、障害物を平気で壊してるのが恐ろしいのよね。メガハートなのはどうでもいいものとする。でもメガハートなクッキーがいたら可愛いと思う。でもクッキーだと表現しにくいのかな。創作特有の変な目は慣れると好きになってくる。マチカネフクキタルとかはツメメイのシイタケとか。ハツメちゃん可愛いと思ってたけどピンクの髪色は違うと思うんだ。キャラクターの髪がイメージと違う。勝手にイメージする方が悪い定期。でも未来ではイメージした通りに聞こえるモッドとかあるのかな。現代でも技術の進化が垣間見えるからね。夢みたいな話でもいいからみんなは何か実現してほしいものある？自分は全てを受け入れてくれるロボットのままが欲しい。普及すれば世界から戦争がなくなるよ。ロボットが普及したら人間の需要なくなるって言われがちだけど、ロボットばかりだとあれだから人肌を求める人も一定数いそう。ロボットに滅ぼされるとも言うけど、ロボットは人間と違って性能いいだろうから、いろんな生物いた方がいいってわかると思う。最悪でも家畜化で済むんじゃないかな。それでストレスが悪影響を及ぼすことも知ってるだろうからいい暮らしさせてくれそう。人間特有の発想もあるだろうし、人間の欲を満たすために表上は人間に支配させて、裏ではロボットが牛耳ってるっていう、そんな世界を妄想しちゃう。でもしもじもの人間からすれば何も変わらないからそっちの方がいい気がする。宇宙が生まれて人間が生まれてロボットが生まれて、壮大な話だよね。この世界の作者さんは賛否両論ありそうだけど歴史に名が残りそうだよね。とか言って見てる人の認識に影響を与えるようなことたまに言いたくなるけど、そういうのは雰囲気が大事なんだよね。ちなみにバトン5のソルベ君は使ってみたらタイミングあったので感覚冴えてる。このステージで使われがちなバトン5キウイと同じくスピードすごいからたくさんクマゼリー回収できるよ。最近目が覚めるとすぐ放置周回始めるくらい生活がオブレに侵食されてるんだけど、それでもまだ3つなんだよね。途中から必要個数増えるから3個で何個必要なんだっけ。みんなは放置してる間何してる？いざ放置してるとすることないんだよね。あと自動タップとかの外部機能使ってる人いるけど赤バンされても知らないからね。海外の YouTuber がやり方拡散してたけど、やっぱり海外はやることが派手だね。海外っていうか欧米。欧米にもいろんな国がある定期。国によっても違うし、アメリカに至っては州によるからね。海外アピールするときは〇〇州ではって言った方が説得力ある。確かにロサンゼルス住んでるアピールする人はなんか言ってることそれっぽい感じある。でも旅行先ですらちょっとストレス感じるのに海外に住むのは自分は耐えられなさそう。慣れるまでの間に鬱になりそう。お引っ越しは計画的に。ご視聴ありがとうございました。のし。